世の中にはいちいちニュースにならないような小さな犯罪が存在します。あなたが普段何気なくやっているあんなことやこんなことももしかしたら実は犯罪なのかもしれません。今回はバレたら逮捕されるかもしれないついついやってしまうことについて見ていきましょう。こんにちは、ペックです。普段まあ大丈夫っしょと気の緩みからやってしまっていることってよくありますよね。もしかしたらですね、あなたが普段やっているその行動には犯罪に問われるものもあるかもしれません。でもなぜ犯罪になるのか、何が犯罪になるのかが分かっていればなかなか意識することも少ないですよね。いずれにせよ何気ない行動である日犯罪者になんていう事態を避けるために、今回は逮捕されるついついやってしまうことについて見ていきましょう。自転車で歩道を走る。皆さんは普段自転車って乗りますか？もしかしたら毎日通勤や通学で乗っている人も多いかもしれませんね。ちょっと思い出してみてほしいのですが、皆さんは自転車で歩道と車道どっちを走ってますか？もしかしたらもちろん車道という人や、いや事故が怖いから歩道を走っているという人までいろいろかもしれません。でも今自転車で歩道を走っている人は気をつけた方がいいかもしれません。明日とんでもないことになる可能性がありますよ。なぜかというと、実は自転車で歩道を走るのって犯罪なんです。自転車は道路交通法上の車両にあたります。なので道に歩道があるときはある条件を除き車道を走らなければならないと決まっています。ちなみに歩道を走れるある条件はこんな感じです。道路標識、道路表示等で指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、または身体の不自由な方、車道または交通の状況から見てやむを得ない場合、どうでしょうか？当てはまりましたか？もし当てはまらない場合はなるべく車道を走った方がいいかもしれませんね。ちなみに罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金と、まあまあ痛い感じになってます。今歩道を走っている人は明日から気をつけた方がいいかもしれません。ただこの法律に関してはまだ緩い気もしますよね。2. ペットをリードなしで散歩させる。犬などペットを飼っている人も多いですよね。ちなみに日本人の約 12% が犬を飼っているみたいです。10人に1人ですから結構多いと思います。そんな犬ですが、室内犬じゃない場合毎日あることをしなければなりません。そのあることとは、そう、散歩ですよね。犬って基本的に散歩の時にはリードをつけるようにするのが一般的だと思います。でもごくたまに放し飼いのような感じで散歩している人を見たことはありませんか？犬もちゃんと飼い主についていくので賢いなと思うのですが、そんな犬と飼い主の微笑ましい光景も実は犯罪なんです。ペットは法律上では物の扱いになりますが、命あるものなので飼い主はペットを安全に保護し、人に危害を加えないように注意しなければいけません。なので動物の愛護及び管理に関する法律にのっとり、ほとんどの地方公共団体はノーリードでの散歩をしてはいけないという規定を設けています。もし違反した場合、犬が捕獲されてしまう可能性があります。また人を噛むなどして危害を加えた場合は最悪殺処分もありえます。可愛いペットを守るためにも散歩の時にはリードをつけるようにしましょう。3、釣り銭を余分にもらう。買い物をした時や食事をした時、店員さんが間違えて釣り銭をたくさんくれる時がありますよね。もちろんその場で気づいてすぐに返さないとダメですよ。でもついつい魔が差してバレてないならもらってしまおうと悪魔の声が聞こえるかもしれません。そこでついつい多めの釣り銭を財布の中へ、これ劣気とした犯罪行為なんです。は？悪いのは間違えた店員さんではと思った人、残念、実はこれをしてしまうととんでもなくやばいことになってしまうんです。もし気づいていながらこっそり持ち帰ったら、それは詐欺罪に問われてしまいます。受け取った時に気づいているわけなんで、お客さんには店員さんにそれを伝える義務が発生します。なのでそのまま帰ったら10年以下の懲役となる可能性もあり、決して軽いものではありません。気づいたらすぐに返すようにしましょう。しかしここで、じゃあその時は気づいてないふりをしてといて法の抜け穴を見つけたと思った人、そっちも実はやばいんでやめてくださいね。もしその場で本当に気づいてなくて後で気づいた場合は詐欺にはなりません。そう、詐欺ではないんです。実は占有離脱物横領罪という別の犯罪に問われてしまう恐れがあります。1年以下の懲役または10万円以下の罰ですよ。心当たりのある人はすぐに返しに行きましょうね。4. ゴミの指定日以外にゴミを捨てに行く。各自治体によって
ゴミ捨ての日って決まってますよね。何曜日は燃えるゴミの日、何曜日は不燃ゴミなど細かく決まっていますが、ちゃんと守ってますか？もしかしたら朝寒いから捨てに行きたくない、明日は休みだから寝ていたいみたいな理由で決まった曜日以外の日や前日の晩に捨てに行ってる人も多いかもしれません。何気なくやってしまいがちなのですが、実はそれ犯罪行為なんです。不法投棄をしたわけでもないのになんでと疑問に思いますよね。でもそこにはとんでもない法律があったんです。決められた日以外にゴミを捨てるのは廃棄物処理法違反に該当します。廃棄物処理法違反ではみだりにゴミを捨ててはならないと決められていて、違反すれば5年以下の懲役または1000万円以上の罰金という意外にもやばい犯罪なんです。そんなの誰も見てないでしょと思うかもしれませんが、実はそうでもないんです。過去には兵庫県で指定日以外の日に何度も繰り返しゴミを捨てた主婦3人に対し3から5万円の罰金を課した例も実際に起こってます。ゴミは指定日に捨てるようにしましょう。5、警察官のコスプレをすると犯罪。最近はハロウィンが浸透したせいか、コスプレイヤーだけでなく一般の人もコスプレをよくしてますよね。ネットやドンキを見るといろいろなコスプレ衣装が売られており、誰でも気軽に挑戦できます。でもそのコスプレ、ある人のものだけは犯罪なんです。許可なく人気キャラクターのコスプレをする、違います。もっと身近で分かりやすいものが実は NG だったんです。コスプレ NG のものとは警察官です。警察官の制服を着た場合、軽犯罪法という法律に触れることになり、最悪の場合拘留または科料に処すると定められています。なぜかというと、資格がないのにそんな格好をしちゃダメってことらしいです。確かに紛らわしいような気もしますよね。もし渋谷のハロウィンパーティーに警察官のコスプレをした人がいたら、本物の警察官と混ざってわけのわからないことになって混乱しそうです。試しにネットで警察官コスプレ衣装を探してみたのですが、男性用は売ってませんでした。でもここで一つの疑問が生まれます。警察官のコスプレでもミニスカポリスのやつって普通に売ってるじゃないですか。あれって OK なんでしょうか？実在しないデザインならいいってことなんですかね。わかる方いたらぜひコメント欄で教えてください。6、決闘に応じたら犯罪。決闘といえば2人の人間が同じ日時、時間、場所を決めて戦いを挑むことを言います。巌流島での宮本武蔵、佐々木小次郎との決闘が思い浮かびますよね。まさに正々堂々の勝負といった感じです。でも今は令和、決闘なんかやったら捕まりますので注意してください。そう、今の日本では決闘は犯罪なんです。一体どんな罪になるのでしょうか。また決闘の定義とは何なんでしょうかね。そこにはとんでもない細かい決まりがあったんです。まず決闘といえば暴力が思い浮かびますが、喧嘩や暴行との違いから見ていきましょう。先ほども少し言いましたが、決闘はあくまで双方が同意のもと戦いを挑むことです。なので相手を不意打ちする闇打ちやリンチとは全く違います。あくまでも2人に戦う意思があり、同意をしていないと決闘には当たりません。決闘をした場合、決闘を挑んだ人と挑まれた人両方が罪になり、6ヶ月以上2年以下の懲役となります。これは実際に戦うことがなくてもメールや電話で約束をしただけでも十分に当てはまります。軽いノリで友達に決闘しようとか言わない方がいいですよね。さらに本当に決闘をしてしまった場合、さらにやばい刑罰が待ってます。なんと決闘を実際にした場合は2年以上5年以下の懲役と罪が大幅に跳ね上がります。しかも犯罪者になってしまうのは決闘をした本人たちだけではありません。それに加担した周りの人たちもとんでもない悲劇が降りかかります。まず決闘立ち会い人、立ち会いを約束した人に1ヶ月以上1年以下の懲役、決闘が行われることを知って場所を提供した人に1ヶ月以上1年以下の懲役と、関わった人たちみんなまとめて芋づる式に犯罪者になってしまいます。まさに悲劇の連鎖。決闘しても全くいいことはありません。もし決闘して相手が怪我をしたり死亡した場合、さらに重い罪になってしまいます。ちなみにプロレスや K-1 などの戦いは決闘罪にはなりません。なぜかというと、プロレスなどは観光業務とみなされ、正当な行為であると考えられているからです。ということで、今回は逮捕されてしまう、ついついやってしまうことを6つ見ていきました。普段何気なくやってしまっていることも多かったんじゃないでしょうか。少しの油断が人生に関わるとんでもない事態を招く可能性もあるので気をつけたいですよね。他にも皆さんが知っている本当は犯罪になる行為があれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終了します。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。